サワディーカップ、タイ文字、今回がこれラスト、完結になりますね。22回目のトピックでロール&注意、まあ、2回目としておきました。あとその他っていうのもちょっと足しておきました。まあ、今回でまあ完結っていうことで、まあ、実際ですね、スペシャルなルールっていうのは、まあ、他にも、もちろんあるんですけれども、そこまでまあ細かくやる必要がないんですね。あとはもう単語1対1で覚えていくことになるのかなっていうふうに思いますので、今回、まあ、全部で20数回ですね、にわたってやった内容ですね、そこが分かっていれば、もうほとんどやめちゃうと思いますよ。実際まあ僕の方も、まあ、勉強したのは20年近く前にはなるんですけれども、今回やった分ぐらいですよ、最初勉強したのはっていうところなので、まあも、うんうん、そうですね、まあ、問題ないと言い切れちゃいますね。というところで今日、はい、全部で3つ見ておきましょう。番号は前回からの連番で456としておきましたというところですね。はい、最初です。ロールアに注意で、ロールアが入っていたらあーあーと読むところなんですね。ちょっと見ていきましょう。ここです。これでコーンコーンと読んでください。コーンですね。コン、コンじゃないですかね。コーン、コーンと喉しっかり開けて読んでください。最初はこれ、あの省略で、なですね。ですから、なコーン、なコーンでいいですよ。なコーンっていうと、都市、都ですね。ですから、タイのいろいろな地名についているのかな。会社の名前とかにもついていたりするのかなっていうところです。それではまあ日本も一緒かなっていうところですね。はい、次ですね。これなんかも働かれている方は毎日見てると思いますよ。街の中歩いていてももう何回も目にしますね、これね。はい。ボーリッサ、ボーリッサっていうところ会社ですね。はい、ここですね。ここ、ボー。で読んでください。ボーすね。これは待つシーンがないですよ。待つシーンがないので、この R をんとは読みませんからね。これはですから、これはボーリッサなんですよ。ボーリッサ、ね。うん、まあ、このように音節って言っちゃっていいですかね。音節の後ろにあるとき、まあ、一番最後で締めてるときですよ、R で。このときは最後、うん、うんを入れるんだ、ですね。一番最後に来てないときですね。これ、一番前に来てますよね。こういったときっていうのは、うんっていうのは、まあ、読まないのかな。こんなイメージでもいいんですよ。まあ、実際はちゃいますけどね。ただそうなる場合が多い。そういったイメージを持つっていうのも大切ですよね。傾向です。でまあ、あくまで言葉って傾向ですからね。その傾向をルール化したっていうだけなので、だからもう例外だらけですよ、ね、っていうところです。はい、じゃあ次ですね。これはガセコーン、ガセコーンですね。これカシコン銀行の綴りなんですよ。こうやって綴るんですよ。カシコンじゃないですよね。ガセコーン、ガセコーン、ガセコーンなんですよ。これがちゃんとした綴りなので、カシコン、カシコンって、これ大事に通じないと思いますよ。カシコンって言っちゃうと。ガセコーン、ね。はい、ここですね。これはもういいでしょう。ガセですね。これはゴーン。はい、最後に来てる N 入れとこか。こんなんでいいんですよ。まあ、ガセコーンって言うと、これは農民ですね。農民銀行、対農民銀行って、言われてますからね。日本語訳ではなので、まあガセコーンで農民っていう意味なんだなと。ただもう、うん、使うんですかね、この言葉が。聞いたことないですね、会話の中で。普通は農民、農家っていう時ですかね。だから農民って言ったらやっぱりなんて言うんですかね、ちょっとこの昔の身分性を思い出しちゃいますよね。今農家ですね。農家っていうと、ガセタゴーンかな。ガセタゴーン、ガセタコーンですね。これは農家を表す正式な言葉ですかね。まあ、一般的にはチャオを使いますんで、タイ人は。チャオ。
ちょっと人、人って意味ですね。チャオ、人。チャオナーって言ったら、田んぼの人。で、稲作の農家さんですね。それチャオナーとか、あとはチャオライ、ライって言ったら畑作の方ですね。農家とか、チャオスワン、スワンって言ったら、果物とか作っている、まあ、園芸農家ですね。チャオスワンっていうふうに、まあ、一般的な日常会話ではチャオを使うのかなっていうところです。はい、次ですね。これもちょっと難しい言葉ではあるんやけれども、ウアイポーン、ウアイポーンっていうと、これはおめでたいこと、お祝い、お祝いを表す言葉です。ウアイポーン、ウアイポーンですね。ですから祝辞を述べるとかいうときに、グラオカム、ウアイポーン、ウアイポーンっていうのが使われたりします。あとはこのポーンポーンですね。これはやっぱりめでたい言葉なので、うん、人の名前によく入ってるかな。何々ポーンさんとかって結構いたりしますね。そのうち気づくと思いますよ。知ってたら気づきますね。知らんかったらもう感化しちゃいますよね。というところでしょうかね。はい、次ですね。これはアクソン、アクソンですね。はい、ここです。これはソン、ソンっていう風に読んであげてください。アクソンっていうと文字ですね。タイ文字の文字とか、あと、英語のアルファベット、ひらがな、カタカナ、これで文字、アクソンっていう風に言います。ですね、はい、次ですね。これはね、ジョーンじゃないですね。ジャなんですよ、これ。こういうの嫌ですよね。ジャ、ラ、ジョーン。ここがジョーンなんですね。このルール使うんですよ。つかも今やってることっていうのは 100% のルールじゃないですから、 100% のルールっていうのはもう成長までですよ。あそこまで 100% 適用されるルールなんですね。今やってることっていうのは、まあ、適用される時もあればされへん時もあるなっていうスペシャルな方ですからね。はい、ジャラジョーン、ジャラジョーンっていうと、これもちょっと難しい言葉なんですね。基本的にもう全体的に難しい言葉ですよ。簡単な言葉は本来のタイ語の方でありますから、ね、ジャラジャーンっていうと、これは交通ですね。交通ルールを守ろうの交通、これをジャラジャーンって言いますね。はい、次かな。これはこれも嫌ですよね。これで S って読むようなパターンもありましたしね。ただこれはトラマンなんですよ。トラマン、もう早速出てきちゃいましたね。この組み合わせなんやけれども、トーントーン、これ N 入らないですね。トー、これだけです。そして次がラですね。マン、最後はマーンって呼んじゃってください。トラマーン、トラマーンですね。トラマーンっていうと、苦しいですね。ひどく苦しい状況のことを言います。トラマーン、ものすごくネガティブな言葉ではありますよ。トラマーンですね。ただ歌の歌詞なんかでやっぱ疲れたりしますからね。そういう別れてとか、今気持ちがすごい苦しいだとか、それからトラマーンとかっていうのを使ったり聞いたことありますねっていうところでしょうかね。はい、次ですね。次、これはですね、これまた、ここかな。これで、ゴン、ラ、ニー。今回はですね、ゴンって N 入れるんですよ。そして、ラ、補って、あの省略ですね。最後、ニーなんですね。ゴン、ラ、ニー。ゴンラニーですね。ゴンラニーっていうと、何々の場合とかの場合で使われる言葉です。ケースですね。ケース、ね、ただこれ実際ゴンラニー、ゴンラニーって発音されることよりもガラニー、ガラニーって発音されることがほとんどです。あの省略です。両方ともあの省略に見立てる。はい、こうやって2通りの読み方があるっていうのはもうカラーマカラーでも触れましたよね。
これ僕の場合なんかゴラニーで発音したことがないぐらいですよ。ないって言ったら嘘になっちゃいますけどね。もう普通に話したらもうガラニーガラニーですよ。ガラニーちょっと硬い言葉ではありますけどね。何々の場合何々の際ですかね。そんな言い方です。か書くときにはよく見たりしますかね。というところです。これで上の部分ですね、この4のところは終わりましょうですね。はい、次だな。次は丸子をこれ読まないっていう置き字ですよね。はい、これをよく目にすると思いますよ。これ、とだけです。ここしか読みません。これ読みません。柄も何もついてないですよ。ついてないけれども、読まないものは読まないんですね。これ、と、これは電話するって意味ですよ。とばいはとか、とまはのとです。ですから名詞なんかでもよく見ると思いますよ。とですね。電話って、とらさ。トラサって言いましたよね。ということはこれやっぱりトラサ、この R の音入ってるんですね、これね。といったところを知っていれば読むこと、それから書くこともできちゃうんですね。やっぱりこう基本的に、本来の、文字っていうんですかね、綴りかな、本来の綴り、オリジナルの綴りをやっぱ崩さない言語ですよね、タイ語っていうのは。はい、次かな。次はこれは、これで、サマーって読むんですよ。これ読まないんですよ。変ですよね。もう変なんです。もう変やと思ってたがいいですね。サマー、サマー、ね。ですね。これもう覚えるしかないんですよ。なので、こうやって覚えていいんですよ。サマロ、サマロ、ね。ここですね。これだいたいロ、これ車っていう意味の綴りなんですね。ロッロッって言うじゃないですか。ロッ四のロッですね。ですからサーマーロって覚えちゃっていいですよね。そしてこの組み合わせっていうのはなんか別のところでも入ってたりするんですよ。こうやっていいですかね。なんか可愛らしいですよね。ここに車入ってるぐらいのイメージですね。これはプラー、あ、ごめんなさい、プラロッなんですね。プラタナーですね、ごめんなさい。プラタナーかな。プラタナー、プラタナーっていう意味で、っていうふうに読んで、まあ、希望するっていう意味ですね、こっちは。望むっていう意味の希望する。望むっていう意味の希望する。すごい美しい言葉かなっていうふうにも感じちゃいますね。プラタナーですね。あ、こっちの意味言ってなかったですね。こっちは、サマーっていうと、これ能力を表す言葉です。能力。ですから、サマータムダイ、こういった使い方もしたりします。タムダイでできるんですよね。その前にサーマーをつけたりするんですよ。サーマータムダイ、能力的にできる、こういった言い方があったりもするのかなっていうところですね。はい、そしてちょっとまた話が前後しちゃったんですけどね、ここもロッが入ってますと。ですからこういったのも覚えるときはプラロッなあ、プラロッナーっていう風に語呂合わせで覚えるっていう感じでもいいですよ。もうベタで覚えれるならそれでいいとは思いますしね。まだベタではなかなか覚えれないですよね。なんかやっぱりちゃんと覚えたいなっていう綴りは、語呂合わせにしてるかなっていうところです。そこはタイ人も一緒ですっていうところですね。あともう一つ気をつけるとしたら、これプラタナーですね。この部分ですね。ここは二重再読なんで、プラーって一回 T 来て、タナー、二回目のタですね。これあの省略なんですよ。これ覚えてますかね。内巻きなんで、これ自身は成長を持ってますやん。成長を持ってて、あの省略ですよね。そしてここも有声音ですよ。音が映りやすい。影響を受けやすい。だからこれなーって正式にはですね、なーなんですね、これね。プラタナープラタナーですね。これが本場の正しい発音になりますねというところです。だんだん複雑になってきましたね。まあ、だんだん面白くもなってきたかなっていうところですね。はい、次ですね。次これ読まないをトピックにしたので、まあ、これもロールはもう込めたらまあ関係ないかなっていうところではあるんだけれども、じゃんですね。ジャン、これはジャンしか読まないんです。
ジャン。で、これ月曜日の月ですね。あとは月ですね。プラチャンですね。プラチャン。月ですね。これも読まないですからね。読まないのは読まないですね、うん。でもこの組み合わせってなんか意外とありますよね。あとこの組み合わせで S って読んだりとか。そういったのをヒントに覚えれるだろうし、まあ、月曜日から順番に覚えていこうと思ったら、まあ覚えれるかなっていうのもあったりしますよね。あとは語呂合わせで、僕の場合は最初これ太郎、太郎、何々太郎、これ日本人の名前なんですけど、太郎、太郎、ジャン太郎とかってこんな感じで覚えてるのしてましたね、うん。まあいいでしょう。ここから入らないですからね。こっち入るんですよね。はい、こんなんもう気まぐれですよね、ほとんどね。はい、じゃあ次ですね。次はですね、これ両方とも同じ意味なんですよ。同じ意味で、意味は権利っていう意味です。権利があるない権利ですね。何々する権利とか権利ですね。これも、まあ使うっちゃ使いますよね。で見るっちゃ見ますよ。ね。っていうところです。ですから、まあ知っておいてほしい言葉ではありますね。これ綴りの仕方が2つあって、せ、せ、でもいいし、せ、でもいいし、せって、せってっていうふうにここまで読んじゃってもいいんですね。ガライネンと。これ両方とも意味は全く一緒です。ただ、後ろに何も単語が続かない場合ですね。普通に権利っていう場合ですね。は、この左のガランがある綴りを用いることが多いかなっていうふうに思います。会話の時も。こんな感じですよ。ミス権利がある、マイミス、権利がないですかね。ただ、この後ろに言葉が続く場合ですね。例えばここに、昨日もちょっとだけ触れたピセぐらい入れておきましょうか。ね、昨日、洗濯機のところで入れたんですかね。これでピセ、ピセなんですね。ピセっていうと、玉田ピセのピセ。ですから、特別ですね。ですから、特別な権利。特別な権利っていう、こういった一つの言葉があるんですね。まさに、プリビレッジ。恩典。恩典のようなもんですね。設定規制っていうと。このように、後ろに何かしら単語がくっついて、ワンワードを作っちゃうような場合ですね。はですね。普通、このガランが省かれている方を使います。そして読みます。ただこういうのも全部が全部こうじゃないんですよね。一部違うのもあったりするんですよ。ね、っていうのもまあ面白いですよね。100% のルールはないっていうところですね。はい。ようやくもうこれ最後言っちゃっていいですね。終わりましたよね。じゃあ最後ですね。これはもう正直言って、この3つ覚えておいてください。この3つの単語を、もうそれだけでいいです。タイ語ってこういった変な文字があるんですね。これは、ドアルですね。ドアル。ドアルですね。どうしましょうかね。ちょっと特に書くところがもうなくなっちゃったので、ドアルって今一応書いておきましょう。ここに書いておきましょう。ドア。ドアって言ったら文字とか体を表します。ル、ル。ルですね。ですから、ルの文字って言ってるだけなんですよ。特に実際これ名前ついてないですね。ルの文字。ルの文字って言われてるんですよ。だから、基本的には、ルって読むんやろなって思うと思うんですよ。でもこれがですね、ルって読んだり、リって読んだり、ルって読んだりするんですよ。ほんまもう、やめてほしいっていう感じなんですけれども、まあ、これを使ってる単語なんかも知れてますから、ほとんどない言うてもいいぐらい知れてるので、ただただただよく見るものとして言ってあげてきました。なので、この3つですね、覚えて、あ、すみません。この最後はあんまり見ないですね。ただ、こういった発音もするんだなっていうのを知っておいてほしいっていう、それだけです。この2つですね、この辺知ってれば、もう大体ですね、応用を聞いて他のも読めちゃうかなっていうのが正直なところですね。はい、最初です。これは、ル・ドゥですね。ル・ドゥ。ル・ドゥって言うと季節です。春夏秋冬の季節ですね。ここ、この一文字で何て読むかっていうと、ルって読むんですよ。
文字ですね、うん、覚えちゃってください。はい、次ですね、これも読みますね。アンクリ、アンクリですね。アンクリ、これリって読むんですよ。ウじゃないんですよ。お、なんか母音変わったみたいなね、なんかすごい玉の白なところがありますよね。アンクリ、アンクリですね。しかも最後はこれ即音なんで、これ下がるんですよね、成長。アンクリ、アンクリ。そして日常会話では KR の組み合わせになっちゃいますから、発音されないですね、あんまね。アンキ、アンキ、アンキってなる、ややこしいですよね。はい、でもこのパターンで RI、リって読むとき、アンネンナ、ルって読むとき、アンネンナ、知っておいてください。他に応用聞いてきます。はい、最後です。これはルー、ルーですね。これ読まないですね。これでルーなんで、こうかな。ちょっと待ってくださいね。こうですね。ルーですね。これ最後ガラン入りましたっけね。うん、まあいいか。うん、こうですね。ルーですね。ちょっとまた後できちんと調べて、説明欄でも入れておきましょうかね。っていうところにしておきましょうですね。ルー、ルーですね。なんでこの文字一つでルールーって読むときもあるんやなったら、こんなんもうめったにないですからね。これだけ知っておいたら僕いいと思います。このルーっていうと、なんて言ったらいいですかね、まあ、基本的には季節、期間ですね、期間を表す言葉ではあるんだけれども、結婚の適齢期とかの適齢期に相当する言葉です。ルルル、そうですね、それが一番ですね。ルルル、ディー、最後 D つけてあげてください。ルルディー、ルルディーって言うと、いい時期、適齢期みたいな、そんな感じで、そういう時に使ったりしますね。僕も使ったことあります、これ。っていうところでしょうかね。っていうので、これで全部説明の方は終わりましたね。そして、まあ、タイ文字の方ですね、まあ、全部で22、中にはまあ、同じトピックで、1回2回とか2回とか取ったのもあるのかな、まあ、20数回ですかね、まあ、今回で完結とさせていただきますというところですね。サムラワニケニゴナカコプマカ。